はいどうも皆さんこんにちは、ゆうたです。今回なんですけども、Twitter とかね、Instagram とかでは情報解禁してるので、知ってる方も多いと思うんですけど、バレンタインイベントを開催することを決定しました。で、今回の目標は60人集めたいと思っています。で、なんでこういうね、イベントを、クリスマスイベント、バレンタインイベントとか、なんでこういうイベント開いてるのかっていうのを、まずはじめに説明していきたいと思います。で、なんでかっていうと、僕たちの年代になると、やっぱり、遊ぶ人だったり、関わる人が一定化してるんですよ、多分。毎回ご飯食べに行く人はあの人だなとか、遊ぶ人はあの人だな、ボーリング行く人はあの人だなってなっちゃってると思うんですね。で、行く場所だったり、このバー行こうとか、この食事場行こうっていうのが大体一定化されてきていると思ってます。で、それをいい意味で、壊していきたいなって思っています。で、やっぱり人脈は金脈っていうように、やっぱり人脈ってすごい大切ですし、広げていってほしいなと思うので、こういうイベントをね、開いてそういう人脈を新しく作る場を提供しようかなと考えています。で、詳細なんですけど、日にちが2月8日の土曜日ですね。はい、土曜日なので皆さん来やすいかなと思って土曜日にしました。で、時間なんですが19時から22時の3時間ですね。やっぱり3時間って長いようで短いので、ぜひ来ていただければなと思います。で、会場はウィーバーさんを貸し切ってやります。すごいおしゃれなバーなのでね、ぜひ皆さん来ていただければなと思います。で、住所なんですが、旭川市四条通り8丁目関東ビルの地下1階となっております。で、場所がね、わからないとか、どういうところですかっていうのは、下の概要欄に僕のね、インスタグラムとかツイッター貼ってますので、そこから DM でお問い合わせいただければなと思います。で、料金なんですが、男性が3000円で、女性が2500円となっております。で、やっぱり若い僕たち世代って、3000円高いよとか2500円高いよってなると思うんですよ。僕も思います。2500円とか3000円ってそんな安くないですし、高いです。だけど僕はこのイベントで絶対3000円以上の価値を提供します。2500円以上の価値を提供します。それは断言します、必ず。なので、来ていただいて、しっかりね、3000円以上の価値あったなっていうのを感じていただければなと思います。で、やる内容が分かんなかったらやっぱり怖いじゃないですか。いや、何すんねんっていう感じでだと思うので、内容について話していきたいと思うんですけど、バレンタインということもあって、チョコにちなんだチョコフォンデュをやりたいと考えています。で、やっぱりね、大きいのドカーンって用意したかったんですけど、この経費上っていうか、お金の問題でなかなかそれはできなくてですね、ちょっとちっちゃめのになっちゃうんですけど、それを何台かね、用意して、皆さんに楽しんでいただくって感じですね。ちゃんとね、いちごとかね、フルーツとかも用意するので、楽しみにしておいてください。で、次は景品の当たるなんかゲームを、みんなで盛り上がれるようなゲームをしようかなと思っています。で、やっぱりしょぼい景品だと盛り上がりに欠けると思うので、しっかりね、皆さんがもらって嬉しいとか、やった1位絶対取りたいとかっていうね、そういう景品を用意しておきます。なので、期待これもしといてください。で、あとは生でね、音楽をかけながら、みんなが知ってる曲だったり盛り上がれる曲を流して、楽しい雰囲気でこのイベントを行っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。で、一番質問多いのが、このイベントやったり、前回のイベントやって利益ってあるんですかっていう質問がすごい DM で来るんですよ。で、実際利益出そうと思ったら出せるんですけど、僕は出してません。それは何でかっていうと、皆さんに楽しんでもらうことが一番なので、さっきも言ったように、チョコフォンデュ用意して、景品も用意して、会場も抑えて、その他ね、交通費とかいろいろ小道具買ってたら、それはありませんよ、お金残るので。なんでこういうことをするかっていうと、やっぱり皆さんに一番に楽しんでほしいんですね、来ていただいた人に。あとはね、僕も僕で実績、人脈、あとはね、自信っていうのがね、手に入るので、そこはお互いウィンウィンの関係なのかなと思っています。お客さんには楽しんでもらって、僕もしっかり人脈とか、お金以外のところで報酬を受けるっていう形ですね。そういう感じで、お互いがね、やっていいイベントっていうのをね、どんどんやっていきたいと思ってるので、ぜひ皆さんね、気軽に
参加してください。あと何か不安なことがあれば聞いていただければなと思うので、下の概要欄に DM とか Twitter あるのでお問い合わせください。で、今回のポスターがこれですね。で、最後皆さんにお願いがあって、まあ来ていただくのが一番ありがたいんですけど、まあ来れないっていう方でもなんかちょっといいなと思ったら、このポスターをちょっとねストーリーに上げたり、 Twitter でこうなんかリツイートしたり、僕がツイートしてるのリツイートしたりっていうね、ちょっとの協力でもいいのでお願いしたいと思っています。絶対ね60人集めて楽しいイベントにするので、皆さん参加していただければと思います。で、今回はこんな感じで終わりたいと思います。でね、グッドボタンとコメントとチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この街で笑い、仲間たちと毎回グラスで乾杯。